お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのペッカスケラをね紹介したいかなと思います。というわけで、まあスケラーなんですけど、今回ファイボの、採用ですねと、まあ、いうところで、まあ、今スケルトンドラゴン、はい、スケドラと、まあ、あとはヒースピーですね。こいつヒースピー加工されたものの、されたものの、まあ、ほぼ使用率変わってないのかな、まあ、わかんないですけど、まあ、めっちゃ疲れてます、全然。というわけで、まあ、ヒースピで回復されるのも嫌なので、まあ、ファイボでいいかなと、まあ、言ったところで、まあ、拾ってきましたね、この時期あったので。というわけで、やっていくんですけど、まあ、最近、ロイとか、まあ、なんか、スケヒースピかな、さ、よく流行ってて、まあ、高回転、まあ、中型の若干高回転めなデッキよく流行ってるんですけど、こうペッカとか、まあ、ジャイアントスケラとかも最近またちらほら増えてきたんですけど、こうタゲを取ってる間の、まあ、スケルトンラッシュで、まあ、そこに、まあ、スケドラ来たらファイブ打って、で、スケとかヒースピ来たらもう、まあ、スケラのスケが頑張ってくれるだろうみたいな感じで、なんか、長期タゲ取り役、プラスのスケルトンラッシュがまあ強いと言いますか。まあ大きな盾プラスのスケラが、まあ今ちょっと流行る環境なのかなと、まあいうところですかね。ここ最近、こうナイトプラス、まあスケヒースピマスケのデッキとかがすごい流行ってる印象があるんですけど、まあそういったデッキに対してね、こう、なんかまあナイトスケラとかでも強いんですけど、まあ高回転のマスケスケラ。はい、先日ザッピースケラとかも紹介したんですけど、まあそういったスケラも強いんですけど、それよりも、まあちょっとこうペッカプラスのスケラ、まあイガナイトプラスのスケラ、まあジャイプラスのスケラのような、こうずっと竹を取ってる方がスケラがねちょっと大ダメージ刺さるよと、まあ、いうところでケツトリトン普通にしちゃったんですけど、相手がキョスケ持ってたら今バチコーン行かれてましたね。まあラッキーというわけで、まあ、運も大事なんでね。よいしょ。さあ、おーめっちゃいい。でここちょっとねペッカ出していい気がしますね。なんかペッカハンターとかペッカエレキを組みつつスケラ打てるだけで結構デッキが強いんですよね、これ。で、まあ相手のデッキはわかんないので一回待つとして、うわ、受けがちょっと上手いですね。で、まあここはミニペさんがダクプリマスケなので、まあすごいスパーキーの香りがプンプンしてるんですよね。絶対スパーキーでしょみたいなデッキですね、相手。ちょっとむずいな。ケツスパートワンチャン被るかな。で、逆サイ歴したものの、さあ、ちょっと高めトリトンから行きましょうか。まあ、ジャイスパかゴブジャイスパーキーっぽい顔はしてますよね。まあ、ですよね。なんかそんな感じがまあしましたね。さあ、で、いや、こっからむずい、このデッキ。エレキ、トリトン引っ張ってくれたらいいんですけど、まあ、一回ここ全部捨てて、ペッカで別に溶かせるので焦らず行きましょう。で、これはさすがに打って、で、よいしょ、上はエレキだけだとエレキがちょっと負けちゃうので、トリトンも、あートリトン、うちのトリトンが、いやー、いけ、数残り、よし、危ねえ、これ来ても嫌な目でね、防げます。ふうふうふう、ちょっと怖いですね。まあ気合でね、耐えましょうというところで、結構こう普通に、なんだろうな、ペッカプラススケラ打てれれば、入ると思うんですけど、うわ、これ時間対決ですね。どっちが早いのかっていう。うわ、相手早そうだな、これ。やべ。いや、相手早そうなんですけど、多分僕の方が早いんですよね。グッドゲーム。いや、これ、正解がちょっとむずいですね。今の、まあ、ペッカから入って、まあ、トリトンでゴブジャイキング起動とか、まあ、できたらすごい理想で、後ろのね、スパーキーにエリキを当てれれば、まあ、すごい理想なんですけど、ちょっとね、ちょっとむずいですね。ヤナメがすごい今の試合、まあ、3が5だったのか、まあ、腐ってはないんですけど、ちょっとなんかユニットの咲き方がちょっと難しいですね。まあ、ですけど、まあ、形を組んでしまえば、もうワンパン戦術だと思うので、まあ、どれだけ前半にね、こうダメージを受けずに耐えれるかというか、お前初手ペッカはずるくね。で、まあでもこれはさすがにエレキのペッカの方がさすがに強いですね。うい、来た。いやー、いいフリーズ、いいフリーズなんですけど、僕のトリトもね、うわ、うわ、やべやべやべ、頑張れ、頑張れ、頑張れ、オッケー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 、いや、めっちゃ頑張ってる。うわー、これペッカバレるんすね、マジ。でもフリーズ咲いたので、ラグイ、ラグイ、ラグイ、オッケー、危ねー。
かぶるんですね。久しぶりに見たな。アナバンって方がね、海外の方が愛用してるアイスイズトルネベビーランボなんかトルネフリーズアップみたいな感じの、あ、いや君俺だって月ペックしたいんですけど、あのできないんですよね。ちょっとずるくないですかこれ。ちょっと待って。いやけど、オッケーオッケー、これでどうせフリーズしてくるんで、まあまたと同じ景色がね見れると思いますね。マジでオッケー。これトリトン用に結構奥めのフリーズにしてますね。そういったところもしっかり相手を変えてくる有名ですね。でゴブリンがあれば一番いいけど、アイスイス引っ張っちゃったなお前。あ、それはそれでめっちゃいい、めっちゃいいな。でハンター、あ、やべ待って、ういオブねー、ゴブリンのイス。でまあここバルーン来てもファイボ防衛があるので、あ、オッケーですね。これは爆破しか入んないですね。あ、でも神ザップとかされるとちょっと怖いですけど、基本的にバルーンは単体だとファイボね、あのこうやって抑えれます。え、待って、左サイド攻めてねえのに攻めてねえのに2000まで削ってやがる。なんで？ラッキーで、あの、もう形作られてトルネフリーズされると結構やばいんですけど、今相手がちょうどバルーンナイターンなので結構救いですね。で、トリトンでペッカ外してあげつつ、オッケーオッケー、いやーオッケー、でかいでかいでかい。で、ここで、オッケー、いや全部延命したい。贅沢にね。贅沢に全部延命したんですけど、フリーズはね、打てないっすね。オッケーオッケー、ここ、ちょっとペッカからの、いや、橋目ペッカバルーンされて終わるかな、これ。橋目ペッカでよかった気もするが、まあまあまあ。これあれっすね、僕あの、ハンターを回したい。いや、やなめでいっか。いや、これ耐えれますね。これ耐えれるので、フリーズ来ても耐えれるんで、これスケル打っちゃったら、オッケー。打っちゃったら終わりじゃないですか。で、相手は低めペッカで受ける。これトリトンで引っ張って、見てください。引っ張り、ハーティーン、よいしょ。このペッカが、ズキャン、いや、やばない今の。これっすよ、これ。まあ、ちょっと危なかったんですけど。最後のね、相手がやっぱ個体って単体ですね。単体としかないので、まあ、トリトンが結構刺さるイメージありましたね。結構強いと思いますね、このデッキ。なんか個人的に好きですね。ちょっとこう、まあ、癖があると言いますか。なんか、最後にワンパンできる可能性があるっていうのがすごい魅力的ですね、個人的には。まあ、カード回ししにくいぐらい。しにくいぐらいですね、欠点は。よいしょ。さあ、相手は、相手ペックだ。さあ、ペッカ対決。どっちが本物のペッカ使いかね、分からせましょうというところで、これでペッカ使いって名乗ると、ちょっと疑惑のないところあるんですけど、これもスケル打っちゃえば、あれも全部無視でいいですね、多分。無視で、なんならエレキ追加して、いやーこれ、あー、裏ペッカ来るかな。裏ペッカだと思うんだけどなー、コストがねえんだなー。さあ、非常にね、性格悪い感出てるんですけど、まあ、気にせずね、行きましょう。で、ザップ使いましたね。はい、トリトンで、完封できます。いいね。いいね。さては結構強い。まあ、トリトン、ハンター、エリキと、まあ、陸級はまあ、優秀って優秀なので、ヤナムが腐るぐらいですね。ペックには意外と悪くはない気もしますが、まあやっぱこう、相手も僕のデッキを知ってたら、多分こういう風な展開にはなってなかったと思うんで、まあやっぱこう、初見で刺さったと言いますか、そういった部分あると思いますね。いやーこれ本当はペッカー受けしたくないんですけど、なぜなら低め歴からのペッカー合わせで、もうフル残ったペッカーがやってくるんですよ、これ。うわぁ、やっちまったー、やっちまったよー。で、これをどう守るかっていうと、スケラ防衛で守れますね、多分。スケラ防衛しまーす。オーケー、最強戦術ですね。で、多分、エルキがペッカと、工場、あ、工場じゃねえ。滝が、あーいい、変わりやがった。みっちみっちみっち。で、一応、これ、ペッカに滝が行ってるんで、ハンターで処理しないと危ないですね。で、左を受けたいですね、僕としては。オッケーオッケー。右側は正直どうでもいいですね。HP11 残して勝てば勝ちなので、まあそれをちょっと意識しつつ、あ、謎にファイボーなのが活躍しますね。ヒースピー対策ですね。さあ、で、ペッカ出して、で、エレキやればあの工場止まるし、なんならペッカ対決も勝てるっていうね。
で、なんならここで挟んであげると、ペッカ延命できて、みたいなね。いえ。あ、え、ちょっと待って待って、疑惑疑惑疑惑。え、追いつかれる。え、オーマイガー。オーマイガーガーガーン。いや、まあ、スケル打って、なんとなくドリトン出したんですけど、いらなかったかな。これ、マジやっちゃだけダメ。マジやっちゃだけ余計なことすんな。いやー、ザップか？エレキか？エレキか？まあ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 。ちょっと怖いですね。怖いんですけど、これ8枚ペッカ行けばぶっちゃけ勝てると思うんですよ、僕は。ぶっちゃけね。うわぁ、いい攻めしてくんなぁ。よいしょ。ハンター。おっきい、来た。あ、耐えろ。これ耐えたら勝てる。耐えたら勝てる。だって、あ、来た。ズシャン。えい、ズシャン。いやぁ、危ねぇ。最後めっちゃいい感じに綺麗にね、受けれましたね。よかった。ハンターからの、有能が飛んでくる間にね、ゴブリンぶち込んで、という感じで、いや、結構、え、待って。これ見たらわかると思うんですけど、ペッカが流行ってます。ペッカが。ペッカの環境がもしかしたら来てるのかも、知れません。いや、どうだろうな。来てる気はあんましないんですけど、しかもちょうど6000行きましたね。ジョイリーグ2昇格と、まあ、いうわけで、まあ、宝箱はでも最後開けてね、今日の動画は終わりにしようかなと思います。インドラ、僕持ってないカード多分ないんですよね。この前スケドラが完走して、マジで、なんか新カード欲しいですね、新カード。前、なんかみかんさんとキッさんかな、クララリーグの実況で、こう、僕とライギさんのね、ことをいろいろ触れてくれてて、こう、新カード、ダブルモンキーっていうね、お話をされてて、結構好きだったんですよね、そう。なんか、10コス、ウルトラレアで、こう、ライギさんと僕が、まあ、セパレートするみたいな感じの、まあ、新カードね、ちょっと、面白そうだなと思いつつ、今、カード多分99枚とかですかね。99枚、どっかで見れますよね。99、100枚目のね、ちょっとカードも、まあ、楽しみにしつつ、というわけで、今日はね、この辺で終わりたいなと思います。結構、あ、どっか行っちゃった。強そうな、デッキだと思うんで、ぜひ皆さんね、お試しください。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方も、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。